はい、どうも、こんにちは。今日2人ブロックしちゃったよ。2人ブロックしちゃった。2人ブロックしちゃった今日。まあ、できるだけね、ブロックしないでよそうと思ってたんだけどね。コーラ飲みたい。コーラ。コーラが飲みたい。でも買いに行くのめんどくさい。どうしよう。コーラ飲みたい。あ、こいつもブロックしようかな、うざいから。こいつもうるさいからブロックしようかな。赤信号しか勝たん。あ、なんかさ、その勝たんっていうのってさ、あれ、なんなんだろうね。なんか、何々しか勝たんとか言うじゃん。あれってさ、誰が最初言い出したんだろうね。なんか、タピオカのベビタッピとかもそうだけど、なんか、あるじゃん、ピエンとかさ。だからいつの間にかなんかこう、流行ったというか、世間に認知というか広まった言葉といいますか。あれ、誰が最初言い出したんだろうね、みたいな。結構最近のやつ。JK とかが言ってたんですか。なんでわかんないそれ。あー、匿名の方。イースタースイーツ、ありがとうございます。ありがとうございます。ピエンとかって誰が言い出したのあれ。そういえばさ、タピオカってさ、なんか、あんなの終わるとかって言ってたじゃん。あんなの一時のブームなだけで、あんなのいつかなくなるとか、なんかまた、てかそもそもタピオカって、今回が初めてじゃないらしいからね。なんか昔も一回ブームみたいなあったらしいんだけど。でも俺なんとなくだけど、なんかもちろん、タピオカってみんなが騒いでた時よりかは、ちょっと熱が下がるかもしれんけど、ある程度俺、タピオカが定着するんじゃないのかなと思ってたの、今回。そこそこ予想当たってたんだけど。なんだかんださ、定着してないそれなりに。いや、もちろんさ、めちゃめちゃみんながタピオカってアホみたいに言ってた時よりかは、ちょっと冷めてきてるけど、それはさすがに予想したけど、ある程度定着するんじゃないのかなと思ったのよ、なんとなく。ある程度定着してない？だってタピオカ屋全店別に潰れてないし。あとなんだろう。コンビニとかでもさ、タピオカ売ってるとこなかった？あれもう終わったのかな？まだ完全に終了してないよね。まだ普通にタピオカ屋とかも多分あるっちゃあるし。潰れてないとこ潰れてないよね。あ、なんか久々にタピオカ飲みたくなってきた。最後タピオカ飲んだのいつなんだ？てかそもそも長瀞ってタピオカ飲めんからね。タピオカってある程度都内の方行かないとないでしょ、多分。なんか久々にタピオカ飲みたいな。タピオカ飲みたいっていうかさ、タピオカ自体が美味しいんじゃなくてさ、タピオカのジュースが美味しくない？なんか。タピオカが美味しいんじゃなくて、タピオカが入ってるような飲み物のジュースが美味しいのよ。タピオカ飲みたいな。いや、熊谷のね、タピオカって、いや、多分潰れてるから。検索してみるか。だってさ、もう何回か行ったら潰れてたもん。熊谷。
タピオカ。あ、でも何店舗かあるの、これ。多分これ潰れてるよね。ティーパブリックってとこもあったみたいだけど。これ多分ね、潰れたんだよ。やってなかったもん。2020年6月1日、新京分。違う場所か、これ、俺が知ってるとこじゃなく。あ、何店舗かあるんだ。あ、美味しそう、普通に。どこにあるんだ、これ。やってんのか、これ。オープン、新宿で人気のタピオカ専門店が熊谷に、もう結構前の記事だな。あ、何店舗もあるんだね。結構いろんな店舗あるっぽい。うわ、映え映えなフルーツティーもご用意。うわ、何これ。めっちゃうまそうやん、これ。めっちゃうまそう、これ。フルーツティーだって。こういうのいいよね。なんかさ、フルーツのさ、本物のフルーツの、こうなんかカットしたフルーツが、ちゃんとなんかこう中に、飲み物の中に入ってる系とか。あとトロピカルジュースみたいなのあるじゃん。なんかさ、芸能人とかがハワイとかに行ってさ、これずっと言ってるけど、芸能人がハワイとかに行った時に、なんかこうハワイのさ、なんかトロピカルジュース的なの飲むシーンとかあるじゃん。たまに。旅行みたいな番組で。なんかさ、なんだ、イメージとしては青い、なんかブルーハワイみたいな、なんか、青いなんか飲み物に、こう、すごい洒落た、くるくるってなってる、こう、ストローに長いやつに、で、結構でかいのよ、その器が結構でかくて、なんかでっかいワイングラスみたいで、で、その中に、なんかこう、青い、こう、飲み物が入ってて、で、氷が入ってて、で、なんかね、果物とかがめちゃめちゃ中に入ってるっていうか、なんかこの、中に入ってるか、刺してあったりとか、そのなんか縁のところに、ワイングラスのこう縁のところになんかいっぱいなんかこう、いろんななんかパインとか、なんかオレンジみたいなのが、でっかいのが、すげえ刺してあるイメージのやつ。ああいうのいいよね。あれいいよね。絶対うまそうじゃないですか。ああいうのいいっすよね。でもさ、ああいうのさ、多分、結構 売ってたら売ってたら多分高いと思うんですよ。結構高いと思うんですけど、売ってたらいいな。売ってたら。普通に1500円とか2000円ぐらいかかるかもしれないけど。なんか、普通に飲みたいよね。たまにはそういうの。なんかさ、俺さ、そういうとこに金かけてもいいんじゃないのかなって気がするんだよね。わかる？いい飲み物に、そうやって美味しいトロピカルジュースみたいなものに、お金かけてもいいんじゃないのかなって思う。なんでかっていうと、俺、酒飲まないじゃん。俺酒飲まないのよ。タバコも酒も俺やんないから、タバコとか酒やってる人ってさ、タバコと酒にすげえ金かけてるやん。で、そのタバコと酒に金かけない分、そういうトロピカルジュースとか、
そういうものにお金かけてもいいんじゃないのかなと思って、しかもトロピカルジュースとか別に酒とかタバコと違ってそんな体に悪くないと思うので、うん、すごい、ああタバコとお酒をやらないのがですか、タバコと酒をやらないのがすごいのかな、うん、無職が能が鍛れるな、はあ、でだから何いやだから何って感じだね。別に俺が無職だろうがあなたに関係ありますっていう。無職が能が鍛れるなってんだから、そんな配信見てるお前は何なの、お前が見なければいいじゃん。無職が能が鍛れてる配信見てるお前ってどうなん、やばないお前、うん、あ、匿名の方、クマさんです、そう、うん、いいね、どっかトロピカルジュースみたいな飲めない、なんか飲めるとこないかな、トロピカルジュースみたいなの、うん、トロピカルジュースが飲めるみたいなとこないっすか、うん、ミニストップ、あー、うーん、ミニストップにない、あるか、ないでしょう、あ、匿名の方、和風マジシャーです。検索してみるか、なんかトロピカルジュースが飲めるとこみたいな。いや、ハロハロハレジュースじゃないでしょ。アイスみたいなもんじゃない。ハロハロじゃない。なんて、トロピカルジュースでいいかな。トロピカルジュース。トロピカルジュース。熊谷とかになさそうだけど、熊谷で検索してみようかな。何これ。うわ。何これ。熊谷にこんなあるんだ。ドリンクのこだわり。なんかトロピカルジュースではなく、酒っぽいけど。なんか美味しそうだな。カクテルか。すごいね。こんなの熊谷にあるんだ。まあ、俺が求めてる感じとは違うけど。うわ、これ美味しそう。なんて読むのこれ、香水亭熊谷銀座店、絞った生ジュース、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、バナナだって。うわ、どこにあるんだろうこれ、生ジュースみたいな。ああ、来た。いや、でもこれ、熊谷のじゃない、ないんじゃないのか、これ。うわ、熊谷じゃないじゃないか、これ。やっぱ、熊谷っていう地域では厳しいかね。いや、だってさ、ここら辺である程度、発展してるというか、熊谷ぐらいしかないんだもん。大宮とかまで行ったら片道70キロだもん。都内とかだったらなんかね、それなりにどっかしらありそうな気がしなくもないけど。なんかさ、ちゃんとしたなんかこう、芸能人とかがなんか番組で飲んでるようなイメージのやつ。どっかないのかな。こんにちは、アメブロご覧ください。おすすめします。アメブロ？アメブロってなんだよ。
どうぞ、どうも。トロピカルジュース飲みたい。トロピカルジュースが飲みたい。どっか売ってないの？トロピカルジュース。都内とかで検索してみる。トロピカルジュース都内とかで検索してみるか。都内。ないかな？なんかすんげえなんかもうほんとハワイとかで飲むようなやつ。ハワイ芸能人が。ハワイとかで飲んでるイメージのやつとか。ハワイ。ハワイジュース。都内。ハワイジュースとか出てくる。そう、トロピカルジュースで合ってるの、そもそもはね。ハワイで飲むようなやつ。どうやって検索したらいいんだろうな。わあ、カクテルか。でもまあ美味しそうだね、これなら。酒なのかな、これ。あ、でもノンアルって書いてある。こういうんでも全然いいね。美味しそう。1600円だって。うわあ、ファイヤーダンス。これ多分、燃えるんじゃね、これ。燃えるやつじゃない、これ。フローズン系のやつ。1600円。まあ、ちょっと違うけど、これはこれで美味しそう。パイン、タピ男。何これ。何やこれ、飲み物なのこれ。うわ、これ飲みたいな。2000円だって。意外と安くないこれ。こんなパイン丸々1個使ってる割に2000円ってなんか安いイメージが。いや、でもパイン1個っていくらぐらいするんだろう。どこにあんだこれ。品川区だって。なんかそれももっとなんかもっと違うんだよ。俺がわかるでしょ、俺の言ってんの。もっとなんかハワイっぽいやつ。何で検索すら出てくるのかわかんないんだよ。ハワイフルーツジュースとかなのかな？わかんないけど。トロピカルジュースで合ってんのかな？ね。ハワイフルーツジュース。ハワイトロピカルジュース。あ、そうそう、こう、ほら。そう。イメージとしてはこういうやつ、こう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 いうやつよ。こういうやつ。こういうやつよ。
どっかないのかな。こういうやつ。ハワイアンジュース。